タイトルで発表します。で、自然なんか沼へようこそって書いてたんですけど、スライド作ってたのに自分が沼にハマってしまってめちゃくちゃ長くなっちゃって、あの早く懇親会に行きたいんで早く喋ります。一応自己紹介、半行の朝作っていますけど、2014年に一応京大の黒橋川原県っていうところを卒業して、一応吉野君の1年先輩です。大学で川原県のこの川原っていうのは先ほどの川原先生とは別の先生になります。当時、日本もゼロ称号っていう、まあ、沼の沼みたいな研究をしてまして、でその後、2014年4月から、ウェザーニューズ、まあ、卒業してすぐウェザーニューズという今の会社に勤めています。で一応今仕事としてやってるのは、まあ、実サービス向けのシステムの NLP を活用したシステムの開発ですとか、まあ、あと一応 NLP の基礎研究も、まあ、どちらかというと共同研究メインですけどやってまして、あと、まあ、NLP じゃないんですけど、まあ、機械学習の技術っていうのが、気象技術予測の精度向上に使えるんじゃないかと思って、まあ、そういうような研究をしたりしています。で、Twitter もこんな感じ で個人ホームページ最近作ったばっかりなんで、名前で検索しても多分大学時代に作ったやつでこっちは引っかかってこないと思うんで、 Twitter のアカウントから探していただければと思います。で、今これがメインでやってる仕事の一つでして、天気予報の原稿って、うちサービスでそのテレビ局向けにああいう画面を出すシステム、サーバーを売ってるんですけど、それにこう原稿を回せるお客さんに対してテレビ局さんが売ってるんですね。でそれを毎日こう人が一生懸命書いてるんですけど、ある程度こう人、まあ、結構人は手がかかってる。なのでそこを自動化することで、人手を減らすってわけじゃなくて、まあ、ミス書き数字の書き間違いとかを減らしたいっていうモチベーションで、まあ、こういう自動でやるというシステムになってます。で、まあ、複雑なことやってるわけじゃなくて、テンプレートを用意して、でその予報表の数値っていうのはもちろん社内のデータであるので、そこを突き合わせてこういう原稿の工法を作ってます。まあ、実際にはその、まあ、旧来からあったシステムとかあるんですけども、それは本当にただ知見と数値を列挙するだけだったんですけど、一応まあ一番上だと、50% ですって3地点ぐらいだけ言う、まあ、3地点とか仲良ってエリアの名前なんで、あるエリアとまあ2地点ぐらいが 50% ですって言ったりとか、まあ、3つ目の例だとなんとかとなんとか中心に 40% 前後とか多くなってます。で、まあ、いくつかちょっとバリエーションを持ったような表現っていうのをテンプレートをもとに生成してます。で、その後で、原稿評価システムっていうのは構造化パーセプトロンで実装していて、それぞれにどれくらい良さそうかっていうのをスコアリングしてあります。で、最後にそれを、まあ、列モジュラー最適化って書いてあるとかなり誇張なんですけど、まあ、ただ単にスコア順で並べちゃうとこう似たようなやつばっかり出てきて使いづらいので、まあ、実際にこう1000件とかバーッと出てくるんですけど、その中から10件スコアとその重複がないようにバラバラになるように10件選んであげてシステムとして表示してあげる。で最後原稿を書いてるライターの人がなんかこれ使おうかなと思ってポチってクリックする。でそのクリックしたら履歴を取っててフィードバックして、構造化パーセプトロンでもう一回この原稿がどれくらい良さそうですかみたいなシステムを再学習するということになってるんですが、実際このフィードバック実はかけてなくて、アルゴリズムは実は実装してコードも書いてあるんですけど、この最初の評価システムちょっと人手でスコア与えたらなんか使ってる人たちがめちゃくちゃいいじゃんってなんか言われちゃってちょっとバージョンアップするの怖くて怒ってます。まあ結構ここでうまく散らしてこう違うものを選ぶことによって、まあ大体10件出すと大体こう作業者が、あ、ライターの人がこれはいいなって選ぶ出てくるみたいなんで、まああんまり一生懸命作ったんですけど意味なかったな、まあ自動で1件ピッて出てくシステムになったら活用しようかなと思ってます。まあ、実際こんな画面で社内の原稿書くツールに取り込まれてまして、まあ、左にこう原稿の候補が出てきて取り込みボタンを押すと、まあ、右側に出てくるというようなシステムになってます。で一応なんかニュース記事とかにも取り上げてもらいまして、これ全然別件で取材に来た人にちょっと話をしたらなんかえらい食いつかれて、もう一回取材に来ますって取材してくれたんですけど、まあ、AI で天気予報を作ってますっていうことになってます。まあ、なんか今日久保さんがこんな記事書いてて言い過ぎじゃねえかっつって、まあ実際言い過ぎなんですけど、まあなんか記者の人も人工知能の記事書かないと怒られるらしくて、人工知能ですよ学習しますよって言いたくなるんですね。まあ、まあ、いいんですよ、内積計算したら人工知能だと僕は思ってるんで。もう一個、あのウェザーリポートの AI 処理っていうのはもう一つ大きい NLP 的なミッションでありまして、まあ、ウェザーリポートっていうのは、まあ SNS というのは Twitter のデータがほとんどなんですけど、一応うちが天気専門の SNS っていう形でやってまして、で、まあ、一般のユーザーの人はまあ天気だけじゃないんですけど、まあ、天気中心にユーザーが投稿してくれて、一
1日1、2万件の写真付きの投稿が来ています。でこれも空の写真だけじゃなくて、なんか猫の写真とか、あとお花の写真とかも写ってるような、まあ、ちょっとただの天気って感じではないデータですよ。で、99% に位置情報がついてます。これは Twitter と比べると相当大きい利点で、まあ、あの Twitter のアプリって今多分デフォルトだと位置情報がオフになってるんですけど、まあ、うちのこのウェザーニューズタッチってアプリでやると、まあ、みんなで天気見たいんで、その GPS オンにしてくれて、まあ、しかもあの投稿するっていうことはそこの天気を我々に教えてくれて予報に役立ててほしいっていう思いからだと思うんですけど、まあ、99% の方が位置情報付きで投稿してくださってます。で、まあ、その情報っていうのはウェザーニューズのその予報チームの予報士の人たちが、まあ、であこの地域今こんな状態になってるんだっていうのを参考にして活用してます。で、まあ、実際従来の観測機っていうのはなかなか捉えられる現象が少なくて、分かりやすいのはこう地面が冠水しているかどうかっていうのは当然衛星のデータからでもレーダーからも分からないんですけど、こういう投稿を見ると分かったりとか、あと積乱雲の発達とかも捉えてます。で実際今これを AI 活用した処理に取り組んでまして、一つは冠水ルームの自動判定で、これは完全に NLP の話をしてます。でもう一つ積乱雲の発達度っていうのはこれ画像処理で今判定してます。でちょっと紹介しておくと、これは冠水判定が僕の仕事でして、機械学習で冠水してるかどうかっていうのを判定してます。で普通大体キーワードマッチとか類語判定とか集めてくるんですけど、やっぱ GPS で場所までついてるとこう、赤いやつは、冠水って入ってて本当に冠水があるやつで、青いやつは冠水ってキーワード入ってるんですけど、なんか全然例えば下の例では東北地方では冠水してとか全然違うエリアの話をしてたりとか、あと上のやつは自宅付近で風強いが冠水などの報告はありませんと言っていて、まあ、冠水はうちはないですよみたいな話をしていて、まあ、こういうのは当然区別しないといけない。で、実際冠水はしているところもあるんで、うまくこう NLP の力で区別していこう。で、これ画像にもやろうかなと思ったんですけど、結構最近自動画像認識の自動 AI が賢いんでちょっとやる気を失ってて、まあ、サービスの基本的には使いたいなと。あとこれはもう一個ゲリラライブを得たいと。でまあ、画像でやってるんですけど、まあ、結構前からやってるやつでもリプライングとか、まあ、それ以前の技術があって組み立てられてるんですけど、まあ、ウェザーニューズタッチってアプリの、中に実装されていて、まあ、ゲリラライブってこう結構すぐあーって発達してきてこうなかなか予報が難しいですね。でそれをで衛星でもうなかなか捉えられなくて、でなのでこう下から見てもらって、ああの雲怪しそうだと撮ってもらって、まあ、それを自動で判定することにしたんです。でまあ、実際副作用っていうか、あの実際にはこう発達度だけじゃなくてどういう雲なんですかみたいなのも全部自動で判定できるんですけど、まあ、それでゲリラがどれくらいやばそうかっていうのをこうやってマップにして、であとそれと、まあ、実際こう数値予報の気象予報のモデルがあるんで大気の不安定度とか、まあ、発達しこうモクモクモクってなっても結構大気が安定するとすごいピタッと止まっちゃったりするんですけど、そのままこう伸びていくのかみたいなのをこういうの大気の不安定度とかと合わせて判定して、まあ、一般のユーザーの人にこうゲリラやばそうですよみたいなのを伝えるということをやってます。で、あちょっと一つ話を忘れてたんですけど、一応現行のやつとかやつでこれしょうがないというか、まあ、古典的なやり方してるんですけど、実際にはディープラーニングでその数値予報のモデルからエンドトゥエンドで原稿を書くような話もやりたいなっていうか、まあ、ちょっと外部とやっていて、まあ、今はあまり大きな声で言えないなんですけど、まあ、そういうのをチャレンジしてます。でここからが本題で、もともとこの話をしたかったんですけど、自然言語処理ずっとやってきて、やっぱり最近こう人工知能冬の時代がまた来るんじゃないか非常に不安を持っているわけですね。で、まあ、普通の人たちって大体メカブとかなんかすごそうだし、それ使ってなんか最近ワードトゥーベックってやつ使ったらなんか言葉がベクトルになってすごいらしいぞってなってるんですけど、まあ、そんなことあんまなくて、大体 NLP を講座す学生にありがちな流れなんですけど、まあ、大体対話とか翻訳とかこう目立つ面白そうなことをやりたいっていうんですね。でなんかやって始めると大体思ったより結果出なくて、なんでだろうって分析していくと解析の誤りが多すぎたりとか、なんか扱えてない言語現象とかいっぱいあって、もうやっぱ人類には NLP って早すぎたなと思って、まあ、卒業し適当に卒論書を書いて卒業していくっていうのが一つの流れで、もう一つはやっぱ基礎解析からやれないとって言って沼にはまってって携帯に入る、まあ吉野君多分こういう流れで、まあ今日の発表としてはそういう色
ろんな問題があるんで、まあ、そういうのを一応知ってもらいたいと。で、まあ、タスクとしてこういろいろまだその NLP の最先端の会議で最新のタスクとして取り込まれているものもあれば、なんか実際そんな解決しちゃうのにみんなすっかり忘れてるのに、なんか実際実用の際にまだまだ変わらなくなってる困ってる問題とかを紹介していきます。いや、発表に通識出てこないんですけど、実際解くときには機械学習バリバリで、こうさっきの吉野君のスライドみたいにこう数式バンバン出てくる話なんですけど、まあ、やっぱ最後の写像の話があったと思うんですけど、まあ、どういう問題を解くべきかとか、そういうどういうふうに写像すればいいんですかっていうのを理解してないと、まあ、解きようがないんで、まあまあ、そういうのも知っていくのは大事ですよっていうことを知ってほしくて発表しています。で、一番有名な古典的な問題なんですけど、モーニング娘。問題っていうのが NLP で有名な問題がありまして、で、大体メカブとかのケータス解析機っていうのはこう一文を入力するっていう前提で設計されてるんですね。で、一文ってなんだっていうのは意外と難しくて、まあ、句点で切れなかったり、句点以外でも切れたり、句点で切れるとは限らない、はい、どういうことかっていうと、この文を見てください。ハロープロジェクトのモーニング娘。って、まあ、書いて僕が適当に作ったんですけど、モーニングここ切れないんですね、文は。このモーニング娘。って今はで、句点だけど切れてなくて、で、向こうは記号で切れてなくて、で、知ってたって聞くとここは記号で切れてると。で、最後こうやって見ていくと、なんかこの君の名はっていうところはこういう表現の一モーニング娘。と同じなんだけど、こちらが繋がってると話、もうややこしすぎると。なんで切れないんだ。で、実は問題これで終わんなくて、よく HTML とかであるのは、なんか実はここに改行入れてあるんですね。誰も気づいてないんですけど。で、ここはなんか改行あるけど繋げなきゃいけない。で、こっちはなんか意味がある改行になってて、なんか繋げちゃいけない。もう訳がわからない。で、これも本当にモーニング娘。が出てきたぐらい、2000年代前半はなんかちょっとやってる人いたんですけど、もう今誰 もうすっかり忘れてるんです。どうやってるのかよくわかんないんですね。で、次にあるのは絵文字問題。これ2010年ぐらいに出てたんですけど、まあ、結構みんな自由に使うんですね。で、消しちゃうとでもやばいことがあって、まあ、上2つはいいんですね。まあ、そのまま文末に記号の代わりにつけたりとか、なんか寿司って書いたり、その後ろにおまけでついてて。で、もう機械型みたいな、ビールが飲みたいこう読めると思うんですけど、これ、あ、絵文字が邪魔だからって消しちゃうと、もう携帯使いすぎていけない。なんか、が飲みたいとかいうわけわかんない。で、さらにもひどいのがあって、絵面連想型って言っても、あの設計者の意図と全く違う使い方をするんです。これナルトなんですね。で、調べるとやっぱこれナルトが上陸してるじゃなくて、まあ、台風が上陸してるって話で、これ調べると、それとは別に台風の絵文字があるんですけど、それはなんか頭がくるくるになっちゃったみたいな意味で使う人たちもいるらしい。で、これ僕どうしても突っ込みたいことがあって、これ台風なの時計回りなんです。僕これ許せないと思って調べると、一応なんか一般的なやつはこう 両回りになってて、南半球にも配慮している。リコードすげえな。で、次、見た目同じ問題とかあって、まあ、ハイフンとかがいっぱいあるって話をよく知ってると思うんですけど、まあ、なんか上に見ただけもわーっていっぱいあるんですね。で、あと、たとゆうとか、けとかこうとか、で、もうなんか A と A はこれ左切れる文字で、右アルファベットで、まあ、これ OY って書いてあると思うけど、切れる文字で1文字だったりするんですよ。で、こんな区別つくわけないじゃん。で、多分皆さん気づいてなかったと思うんですけど、このハロープロジェクトのローとモーとプロデュースのやつ全部違う字を使ってますよ。で、まあ、なんかどういう時に起こるかっていうと、まあ、なんかギャル字とかスラングとかで使ってくるパターンもあれば、ひどい時にはこう検索よけで使う人たちがいて、で、なんかウェブの検索よけだけじゃなくて、特許でやっぱサブマリン特許狙いでこういうのをめちゃくちゃ対応してなんか使ってるらしいですね。で、あと最後、まあ、大塩誤りとかでもやっぱ生成されてしまって、どうすればいいかよくわかんない。で、多義語っていうのはあります、うん、で、まあ、これいろんな語義、その単語っていうのは一つの言葉に対していろんな意味がついてるんですけど、まあ、トラックとトラックみたいな、そうですね、元々外来語とか由来で、ね、違うものが衝突してしまうこともあったりとか、まあ、マックはまあ略語でこう被っちゃった方ですね。で、そもそも派生だったんだけど語尾として完全に分かれてしまっているパターンもあって、このパソコン機器のマウスっていうのはもともとはそのネズミに似てるからマウスっていうことだったらしいんですけど、今は多分そういうことを思う人はいなくて、マウスって言ったらネズミ、ミッキーマウスとかのネズミっていう意味と、パソコンの機器っていう、まあ、全然別の意味だと思ってると思います。で、さらに微妙な、分かれてるのか分かれてるのか微妙なやつがあって、ご飯
ていうと、なんか食事って意味もあれば白米のことを指す時もあって、こっち別の意味かってやつ、なんかでもそういうわけでもないようなみたいな意味がいっぱいある、こういうこともあると。でさらになんか文脈同じ言葉なんだけど意味が全然違う、やばいとかハマる、これ後で例になります。でこれ何が起こるかっていうと、まあ、翻訳で間違えるんですよ。でこれこの間ペンタブレット買ったんですけど、フリーペン、カッコ 4×ペンヒンって除去ツールって書いてあって、なんかマニュアルで一番最初から詰まるわけですよ。で英語、運よく英語がついてたんで英語の方見るとなんか4チップスって書いてあって、要はあのペン先のペンタブのペン先のことを指してたんだよ。でまあまあ Google 先生も間違えるしかないよねとで最近話題になったのが村上隆っていう、まあ、芸術家の人がいるんですけど、こう左のなんかよく僕全然わかんないんですけど、カバンなんかコラボで出てきて、これはやばいって書いたらしいんですね、インスタに。でなんかインスタの自動翻訳機能で勝手に訳されて、英語で見ると This isn't good って書いてあるらしい。でこれやばいっていうのは要はそういう意味でも使うけど、ここではクールって言ってほしいんだってやばいって言ってもこうやばい困ったって意味と褒めてるとき両方使うと。あとクーダにドハマりしてるっていう、こう吉野君がこれ作ってるときにこれ見て、あこれだと思って撮ってきたんですけど、あの要はハマるっていうのはすごい褒めてるときもあればけなしてるときもあって、でこのクーダにハマってるアディクティッドというクーダ、これはおかしいだろうって。単焦点沼にハマってるはまあなんかアディクティってな気がするし、そもそもなんか Google 翻訳沼にハマってるって言ったらなんか沼にアディクティとしてていいんかこれみたいな、これカタカナにしてるからだと思ったと思うんですけど、これひらがなでも確かに一緒です。でじゃあ語義を、まあでもなんかそんなこと言っても仕方ないから、語義っていうのはまあ統一しましょうよっていう試みがまあずっとされてるんですね。でまあ一番古典的な国語辞書の見出しっていうのを使いましょうっていう話があります。でこれも辞書でバランバランです。で、ウィキペディアが出てきてから、この曖昧性解消ページが使えるんじゃないかって言って、最近よくそういうの語義曖昧性っていうと、ウィキフィケーションっていう言葉で言われたりして、このウィキペディアのどのページにリンクするんですかみたいなことをやるんですけど、まあ、いかんせんみんなでバランバランに編集してるせいで、ちょっと一貫性に欠けてて、であと細かすぎたりすることが多いんですね。であとワードネットって結構大きいプロジェクトがあって、そのなんかシンセットっていう単位を定義して、こうマウスっていうか、まあ、なんかこの0379なんとかなんかっていうのはマウスのことで、それってこういうもんですよと。いいですか、転がる球がついてるんですね、マウスには。若い人には分かんないかもしれないですけど。で、まあ、これで、この次のマウスっていうのは、口のことで、でマウスとか口とか口腔とか言われてて、まあ、こういう説明なんですよと。で、勾配だと、このマウスっていう、というのはこの2つの語義に対して振られているので、マウスは多義語なんじゃないかというふうに考えるというのがワードネットです。で余談なんですけど、よく画像だ とイメージネット出てくると思うんですけど、イメージネットは実はこのシンセットに対して画像を貼り付けたというのが、イメージネットので、 Google どうしてるのかなと最近なんかコーパス公開したって言ってて見るとなんか、NOAD っていうかな、ちょっと上の方に消しちゃって忘れちゃったんですけど、 NOAD ってまあ要はオックスフォード辞書だったかな、まあ、なんか辞書って結局なんかどれか辞書1個選ん でワードネットになんか変換するやつも作っといたよぐらいの感じで、あんまりなんかバーンとリリースしたわりないインパクトがない。でじゃあ辞書ってほんまどうなんやって見ると、なんかワードネットを見るとご飯って検索すると米のことしか出てこないし、なんか大辞林とかデジタル大辞典を見ると食事のことだけをご飯というんだと主張していると。で、ビクショナリーとウィキペディアはご飯のことと米のこと両方言い、まあ、食事のことと米のこと両方言いますよ。で、まあ、結局みんなバランバランなんですね。で、ウィキペディアのトラックとか見るともうこんな感じで、なんか陸上競技のトラックと自転車競技のトラックを分ける意味ほんまにあるんかいみたいな、こう細かすぎてなんかウィキペディアも信じていいかよくわからない。でワードネットはなんかすごい一生懸命みんなの、まあ、だってイメージネットになってるぐらいすげえんじゃないかと思うんだけど、なんか見てみるとなんかネズミっぽいやつ2つあるぞと、まあ、でもなんかきっと全然違うネズミなんじゃないかと思ってイメージネット調べに行ったら全然一緒じゃないかみたいななんでこれ分かれとんねんみたいな。なんで、まあ、イメージネットはやっぱ完璧じゃないんで、こうゴミっていうのは難しいですねと。で固有名詞とか、まあ、こういう表現っていうのはさらにややこしくて、君の名はっていうと、まあ、丸がつくかつく、まあ、さっきのちょっとモーニング娘。問題、改めて君の
の名は問題的には丸がつくかどうか意味が違うと。まあ君の名はっていうと去年大ヒットしたいこっちかなと思うかもしれないけど、よくあのゴジラとの比較で昔の映画の紹介がされてたと思います。でこの映画なんですけど、実はそんなに甘い世界かな、うん、調べてみると、もともとはラジオドラマ、 NHK のラジオドラマがスタートで、後で話題によくこれと対比して出てきたやつはそこから派生した映画だったと。でさらにラジオドラマも映画も主題歌の名前が君の名は でさらになんと宝塚で舞台までやって、テレビドラマ、になって4つもあると。で、まあ、去年ヒットしたやつも、まあ、言ったっても漫画とか小説があったりとかして、どれのヒットとか全然わからない。で君の名はを読んだって言われたら、きっとこの小説か漫画のうちどれかなんだろうってぐらいは想像つくけど、まあ、君の名はって言った時にどれを指すかよくわかんない。調べていくと、なんかネーム君の名はっていうジャムプロジェクトの曲があって、あ、こんなんあったなとか思う。まあこれと間違えることないかもしれないですけど、こう単語切る中にこう間に入ってるんで、こう問題を起こす可能性はゼロじゃないと。で、比喩表現と慣用句っていうのはまた難しくてですね、結構こういう表現は辞書作りゃいいじゃん派が結構多いんですけど、比喩表現とかすごい難しくて、メモリーを食べるとかあと AI 最前線に宇宙人って書いてあって、これとある毎日新聞の記事なんですけど、これ見て AI の研究を宇宙から来たエイリアンがやってると普通は思わないんですよね。これあの PFN の合社人のことなんですけど、名前も分かるんですけど、まあ、要はなんかすごい人がやってるってことが伝わればないために宇宙人って言葉を使ってて、別に宇宙人じゃねえじゃんっていう。あと僕はバッハを聴いたっていうと、バッハの人を耳に入れてるわけじゃなくて、バッハの音楽を聴いたっていうことだったりとか、なんかホワイトハウスの決定って言ったら家が決めてるわけじゃなくて、そこにいる大統領とかあの政府の人たちが決めてるっていうことですよね。で、まあ、いわゆる慣用句みたいなものもいろいろなレベルがあって、なんか骨が折れるとかだともうそのまま字面を使うこともあるし、なんか苦労したっていう意味で使うこともある。で、もうサジを投げるとかまでいくと、もうなんか全然元の意味を離れてて全然使わないですよね。でキックザバケツって僕自殺するだと思ってたんですけど、調べたらこうそこから派生して死ぬこと全般キックザバケツって言うっていうなんか辞書に書いてても、ああそうなんだ、でもなんか全然想像できない世界に飛んでるっていうと。で慣用句から派生することもあって、尻を拭うって多分慣用句がもともとあったんだと思うんですよ、責任を取るっていう意味の。ところが今ケツを拭くっていうやり方もしますよね、そういう誰かの責任を取るっていう意味で。つまりなんかこう慣用句だからって言っても固定のやつで使われるわけじゃなくて、そこからの意味派生まであると。やっぱりこれ難しい。いや本当にメモリー食ってる人もいてメモリー食ってる人間クロームだとかで、これはなんか比喩だなとか思いながら見てたんですけど、さらにややこしいのはですね、これクッキーなんですよね、多分クッキーって食べたりこぼしたりできますよねみたいな。で、かかり受けっていう次の問題があってですね、よくあの大体 NLP の一般的な解説を見ると、大体経済解析してかかり受けすれば大体何でもできるってことになってるんですね。 でもまずかかり受けの解析はよく間違えるんです、まあ、頭が赤い魚を食べた猫ってだけでなんかもうこんだけのバリエーションがあって、一番上だとなんか頭が赤い猫で魚を食べてるとか、一番下だと頭が赤い魚を食べた猫になっている人のことを指してると、まあ、なんかよくわかんない。で黒い目の綺麗な女の子が18人いるっていうのを見つけて、でなんかまあ黒い目の綺麗な女の子、黒い目の綺麗な女の子なのか、でさらには女の子が女の子で来てるところもあって、まあ、こういうでここは6個しか載っけてないんですけど、実際18種類あると。でよく僕が聞いた時はこういう例だったんですね。黒い目の大きな男の娘だと。で、まあ、でまあ、この上のようなパターンで大きい男の娘なのかどうかとかいろいろあるんですけど、最近これ男の子って読むんじゃないかっていう説が出てきてちょっと知ってないと分かんないんですけど、一応これ男なんですね。で男の子なんですよ。で、この問題一番難しいのは偉い先生になんとなく理解してもらえない呼び方まで変わっちゃうんですよって言っても、いや女の子じゃんってこんな可愛い子女の子のわけないだろうって言わないといけないんですけど、まあ、で実際じゃあ自動解析どうなんのって調べると、まあ、頭が赤い魚を食べた猫はいいですね。で黒い目の綺麗な女の子はこんな感じになります。で、黒い目の大きな男の子はこんな感じで、黒い目の男で大きな男の娘っていう風に解析されます。で、あとかかり受けの難しい例でよく出てくるのは、望遠鏡で泳ぐ女の子を見たって。こうすると、まあ、望遠鏡で泳ぐ女の子を見てます。で、あ、これちょっと
対比出した方が良かったんですけど、本当はこれと対比でクロールで泳ぐ女の子を見たって言った時にはクロールでは泳ぐにかかる、まあ、下のパターンになるんですね。で実際 KNP にかけると双眼鏡で泳ぐ女の子を見たの場合は、まあ、女の子双眼鏡で泳ぐ羽目になっちゃって、しかも KNP の解説でよくこの上の例出てくるのにちょっと上の例の下間違ってるって、ちょっとあんま身内なんで言うとあれですけど困ったなって。で、かかりつけ解析できてもさらに問題があって、実語構造解析っていうのがあって、まあ、これいろいろあって、これ吉野君と僕がなんか2人とも博士に頂けるっていうこういうことやってて、まあ、かかりつけだけだとなかなか解けない問題っていうのがまだまだあって、まあ、上の例だとこう太郎はパンを買って家で食べたって言ってて、かかりつけだとパン太郎は食べたとっていうことは分かるけど、パンを食べたっていうのは実は分からないんですね、火力だと。で、パンを買ってのとこも実はパン太郎がパンを買ったっていうのは分からないって問題があって、まあ、似てで、まあ、微妙に構文を変えていくと似たようなパターンでいっぱいあって問題がややこしいんですね。で、最後、時制で、まあ、なんか表、術語構造まで取ってきた後で、それは本当に起こったかどうかっていうのは実はよく分かんないっていう、時制の問題っていうのはまだまだ解かれてなくて、なんかこう完成する心配なさそうだって言ってると、完成するって書いてあるけど、まあ、心配ないって言ったりとか、完成した事実はすごい表層とか格言だったけど、まあ、そんなことないみたいな。でこれさえこれで時制もまた難しくてですね、犯人は過去にアルバイトをしているって経験になるし、会社で働いていると現在進行形で、結婚しているっていうのはなんか経験っぽいのか進行形なのか微妙なんか普通に考えると進行形なんですけど、なんか後にしかしその後離婚をしたとか書いてあると経験進行形じゃなくなってしまうっていう、いろいろややこしい問題がある。でディープラーニングどうなるかっていうと、まあ、さっきの吉野君の話かぶるんですけど、まあ、まず問題設定ちゃんと考えないと始まりませんよって話 でただエンドトゥエンドで今までの問題解かなくてよくなるんじゃないかっていう説もあって、でこれちょうど AMA 去年の、学会で出てた話で、その隠れ層を分析するとどうも隠れ層にそういう文法みたいな情報が入ってるんで、今までの話とかしなくてもいいかもしれないと。まあ、ちょっとまだこれ問いデータなんで、まだ本当に全体と質問かわからないんですけど、そうかもしれないと言われてます。で、ただ、まあ、やんなくていいかというとそういうことはなくて、このさっきの、まあ、これまさにうちの例なんですけど、こういう中間的に起こったか起こってないかみたいな、こうディープラーニングでもしかするとエンドトゥエンドでこの辺気にしなくてよくなるかもしれないけど、我々としてはこれを知りたいわけなんですね。で、さっきの術語構造解析とかも、例えば対話でそういうことが必要になるかもしれないしっていうことを考えていくと、まあ、全然解かなくていいかっていうと、まあ、少なくとも実用で応用でこういうことが全く不必要になるっていうことは、まあ、あと10年は来ないと思います。で、あと対話とかこれ A 読だまあなんか対訳で英語で、すみません、翻訳でやってるんですけど、対話だとその1対1に対応するっていう関係じゃないので、本当にこういうことが起こるかどうか。特に対訳ってものすごくデータを集めてくるのが大変、まあ、対話も大変だと思うんですけど、そういうエンドトゥエンドのデータを集められないこともあるんで、なかなかこうエンドトゥエンドだから全部 OK っていう世界にはまだまだいかないんじゃないかと。で、最後ですけど、まあ、NLP ってちょっとまだ難しいなと思うかもしれないけど、まだまだ面白いタスクが眠っていて、で特にディープラーニングを通って今後どんどん変化していくと思うんですけど、その言語現象っていうものとそのディープラーニングがどういう関係にあるのか、隠れそうとかこの辺にどういう情報が入っているのかっていうのを究明するっていうのはまだまだ研究のチャンスで、このなんかこういうことを考えた人も結構偉い先生のグループで、それがまだ2016年の去年結構後半の学会なんで、まだまだチャンスあるっていう感じですね。で、まあ試験なんですけど、結構画像認識と最近バーってイメージネットで精度上がってきてるんですけど、そもそも画像を認識するとはみたいなのがイメージネットのクラス分けに従ってたりとかして、なんかまだまだこうなんか何を認識すればいいのかみたいな深い世界に入っていく可能性は十分あると思います。まあ、だってだから領域を認識するって言ったら四角い箱で書いてあったりするじゃないですか。まあ、違うやつもありますけど、まあ、なんかそういう世界からこうどの辺まで区別すればいいのかみたいな深い世界に入っていくんじゃないかなというふうに思ってます。で、もし NLP を持った興味を持ったら、ちょっと倉橋先生、僕の先生なんですけど、書いたこの放送大学の教科書が非常に評価が高くて、まあ、僕もすごいおすすめなんです。で、この赤いやつは最近出たばっかりで、まだレビューができてなくて、まあ、僕はそれなりにいいと思うんですけど、まあ、少なくともこの2冊はかなりおすすめで、
でこれはどっちかというと応用についてなんで基礎的な話はちょっと薄いんですけど、世の中でどういうふうに使われてるんだろうっていうのを知りたい人はこの本を読んでいただくといいと思います。ちょっと駆け足ですが終わります。生成する技術が今流行っているんですか。でそれを例えば文脈でこうまたつなげていくと似たような画像を逆にその例えばモーニングやばいとかやばいもいい悪いっていうのをその画像でこう出力して、で文脈の中でその画像でこう何ていうんですかね、ここはいい、あのや、いい意味でのそのやばい悪い意味でのっていうのがなんかできるんじゃないのかな。人間って会話してる時にお互いの表情を見ながらとか物事を想像しながら話してるじゃないですか。そういうことを自然言語処理でなんかできると、なんかそこで判定でなんか面白いことができるのかななんて最近ちょっと思ったりもするんですけど、その辺いかがですか。まず、まずやっぱ近年のディープラーニング一番すごいとか、こう画像と言語みたいな、こう元々どうひっつければいいかわからなかったものがひっつくようになったっていうことがあると思うんですね。シークエンスみたいに入ってきたやつだけ解けるっていう問題はほとんどなくて、過去の状態っていうのを、まあ、画像を違うその情報を使うっていうのを含めてどう取り込んでいくかっていうところにかかってるんじゃないですか。